ようこそ三味線の世界へ。こんにちは、西陽です。時和西陽です。今日は生徒様からいただいたご質問についてお答えいたします。高音が苦手です。どうすれば上手にできますか？特に11や14の音が分かりません。文化府の勘どころで10以上の高い音が苦手な生徒様は結構いらっしゃいます。どのようにしてお稽古をしたら良いでしょうか？この生徒様がですね、実際に苦手だったのはこのフレーズです。これは11 14 11 10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 
なくなってしまった場合、音が高くて結局自分はどんなメロディーを弾いたら良いのかわからなくなってしまった場合はですね、この場合は1オクターブ下の音程を確認されると解決する場合が多いですよ。1、4、1、0。文化譜の勘どころというのは10を足すと1オクターブ上の音程になるという決まりがございます。ですからそれを利用して高い音の音程がわからなくなってしまった場合は勘どころから10を弾く14の、例えば14の音程がわからなくなったら10を弾いて4の音程を取ってみる。そのようにして、でこの聞き慣れた4の音程で音の高さを確認して、それからもう一度1オクターブ上の14の音程を確認してみる。このような作業を繰り返すことで高い音にも徐々に慣れていくことができます。高い音程で三味線で高い音程を出すのにお困りの場合は試してみてくださいね。ご質問にはこのように動画やブログでお答えをしております。あなたの疑問・質問も受け付けております。ご一緒に三味線を弾くのを楽しみにしております。時和津斎王でございました。